皆さんこんばんは、ドラマーシンガーのはるかです。はい、ということで最近暑くないですか？もうね、本当にマスクをしてるじゃないですか、いつも。だから暑くて暑くて、ちょっともう散歩とかで歩くだけでもう顔赤くなっちゃうんですよ、いつも。だからってなって、もう手で仰いでたんですけど、もうそれも疲れるから、そうだ、手持ちの扇風機を買おうと思ったんです。2018年に手持ちの扇風機がすごい大ヒットしたじゃないですか。その時にフランフランで扇風機を買ってて、でその2018年に出た扇風機と2019年に出た手持ちの扇風機と、今年また新しく出たやつがあって、年々改良されてて、もうすっごいいいものになってるんですよ。なのでレビューしていきたいと思います。イエーイ。今年の、新しい扇風機を早く見たいという方は概要欄から、飛べるようになっているので、そちらから飛んでくださいということで、ご紹介していきます。でまずはじめ、2018年に出たフランフランのハンディファン、これはまずこのボタンをポチッでね、1回押すだけでブッて出るんですよ。で2回押すと強くなって、3回押すともっと強くなって、4回押すともっと強くなって、5回押すともっと強くなる、5段階ですね。そうで、これが取れて、ここに挿して充電器でこう挿すと充電されて、ここからパカッと取って持ち歩くこともできます。まあ、これはすごい良かったんですけど、バッグの中とかにこう入れておくじゃないですか。そうするとこれね、勝手にこうプキッて押して、カバンの中に風がもうブーって、もうあれです、カバンの中からブーンって音がして、もっともっともうカバンの中でこれがね、もうぐるぐる回転してしまっててっていう現象がね、結構起こってたんですね。その本当に使いたい時にもう充電がなくなってるみたいな時があったんですよ。ちょっとね。で次、2019年に新しく出たものがこちらです。私は赤を買いました。でこれはそのさっき言ったこのボタンがワンクリック詐欺違う、ワンクリックでワンプッシュ、プッシュだ、そうプッシュ、ワンプッシュすると前はついてたじゃないですか。でもこれはこうって押してもならないんですよ。でこれ長押しのタイプなんです。でこれも5段階3、4、5っていう感じで、消す時も長押しっていう感じ。そう、そういう感じで2018年と2019年で、やっと今年が来ました。なんかもう楽しくなってきた。2020年はですね、こちら、じゃじゃーん、じゃピンク買いました。かわいい。でまず違うところ、デザインが違うんですよ。こっちはちょっとお花みたいになってるんですよ。この感じがすっごいかわいい、なんかひまわりみたいな感じで、これはまた違うところ、2019年とも2018年とも違うところが、まずここを一回押します。つくんですよ。つく、え、ついちゃダメじゃんって思うじゃないですか。でも違うの、ちょっと待って止まってない。よし、ここがくぼんでるんですよ。分かるか、くぼんでるの分かります？これはこんな感じでくぼんでないんですけど、こっちはくぼんでるの。ほら、だから物とかがこう当たっても勝手にウィーンってつくことが少ないっていうね、感じで。やっぱ長押しだと結構長押しなんでね、こうくぼんでたらね、バッグの中でも安全ですね。まあ今デザインとこのボタンが違うっていうのを言って、私感動したのがこれ。じゃーん、こちらです。これはさっきのに刺します。刺したら、まずつけます、風を。でね、ここに電源ボタンがあるんですけど、これをポチッと押します。動い
てる。ほらね、すごくないですか。首振りになるんですよ。首振り。こうさ、直で当たってるのって結構わってなるけど、首振りだったらこうデスクワークとかするときにここに置いといても風が直で当たらない。まあ、ちょ当たるけど、当たる時間が少ない。そう、なんか当たり前のこと言ってるな。当たり前すぎた。2020年すっごい進化してて、もう思わずね、例えばもうこの扇風機は持ってるんだけど、この首振りのこの台だけ欲しいっていう場合もあるじゃないですか。 OK です。この台だけも買えるんですよ。で、じゃあさっきの古いモデルのこれもう刺せるから、もう刺して使えるんですよ。こうやってそう回る、そう使えるんですよ。だから、まあ、扇風機は持ってるけど台だけ欲しいっていう方にもで大丈夫です。これ2018年のモデルのやつも使えますよ。この台だけも。台だけが確かにプレ 2way ハンディファン回転スタンドは1200円です。これ1200円で買えます。で、新しいこれは1980円、これ税込みです。税込みで1980円で売ってるので、そう本当に便利にな、どん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 改良されていって、いやーすごいな、いいなと思いました。これが2018年の扇風機で、こちらが2019年、こちらが2020年。進化してるし可愛いしね、いいですよね。いや、これは家族で一緒に使います、3つ。はい、ということで、今日は扇風機のレビューしてみました。もう夏もね、近づいてきて暑い日が続くので、ぜひぜひ皆さんも使ってみてください。ということで、今日も見てくれてありがとうございます。来週また会いましょう。バイバーイ。